どうも、矢野です。前回の三元馬デッキに誤ってうなぎが混入していたことが判明しました。なので今回は正しい三元馬を投入したデッキ使っていきます。例によってレシピは最後にして対戦へ。対戦よろしくお願いします。こちらの先行。七星の開門で三元馬関連のモンスターをサーチ。暗黒の将来神で三元馬関連のカードをサーチ。暗黒の将来神は攻守ゼロの悪魔族を追加召喚する。暗黒の召喚神を出してそのままリリース。デッキから三元馬が一体、波紋をリクルート。七星の開門第2の効果で手札を1枚捨て攻守ゼロの悪魔族を蘇生。暗黒の召喚神の墓地効果で三元馬をサーチ。混沌の召喚神をリリースして三元馬、ザビエルを特殊召喚。墓地から除外して失楽園をサーチ。失楽園は三元馬に破壊耐性と対象にならない効果を付与する。さらに場に三元馬がいると強力なドロー。失楽園のドローは毎ターン使えるから維持できればさらに引ける。相手が通常召喚したことでラビエルが反応。トークン生成にチェーンして覚醒の三元馬発動。覚醒の三元馬は場の三元馬の種類の数によって効果が決定する。現在場の三元馬の種類は2。よって相手がモンスターを召喚特殊召喚するたび、そのモンスターの攻撃力分だけライフを回復し、相手モンスターが場で発動する効果を無効にする。この無効化はスキルドレインと同じくチェーンブロックを作らない。2種類覚醒の三元馬を維持できればモンスター以前のデッキを貫通することも可能。覚醒の三元馬の回復にターン1はないため、相手が展開すればするほど回復する。当然それも無効。初期ライフの倍近い数字になったな。こちらのターン、ピリレイスの地図から、ライフを半分払って攻撃力ゼロのモンスターをサーチ。天魔関連の効果モンスターは全員ピリレイスでサーチできる。将来神の召喚権追加は永続効果なので墓地から蘇生しても反映される。爆破壊には弱い三元馬デッキ、失楽の霹靂があったら不正時に使う。一度の処理で失楽園と波紋を同時に破壊することはできない。そして場に3体の生贄を用意した。波紋以外のモンスター3体をリリースして金玉、さらに金玉をリリースすることで最後の三元馬をリクルートする。いでよ、深淵王ウリア、金玉でリクルートした王は攻守4000になる。1000ライフ払って相手モンスター1体を破壊。一度破壊を免れても無駄だ。王の破壊効果は1ターンに何度でも使える。三元馬は全員攻守4000。ダイレクトアタック2回で終わりだ。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらの先行、ラーは金玉で攻守4000になり、破壊効果で相手モンスターを焼けるためダイレクトアタックを通しやすい。破壊に必要なコストは覚醒の三元馬の回復で確保できる。場合によっては体力回復したライフを使って王の攻守に変換することも。暗黒の将来神と七星の開門を握っているならキュリオスをリンク召喚して、ゴッドフェニックスを確定で墓地に落とせるのも相性がいい。三元神のホルアクティ的なカード三元馬にも欲しいな。いやさすがに元馬のサーチとリクルート簡単すぎてダメか。まあでもホルアクティ程度なら1枚初動から出せるのが現代遊戯王だからな。失楽園がある限り三元馬を効果破壊することはできない。相手はアンティークギアデッキか、LDS か？まさか波紋の攻守を上回ってくるとは。戦闘破壊の耐性は持ってないので一滴。相手モンスターの効果を無効にし攻撃力を半分にする。ダニエルを出せるなら10輪剣で殴り倒せるか。混沌の召喚神を引けないとこのターン殴りに行けないから別の手段を考えないとな。いいカード引いたのでこのターンで決めに行くぜ。イニシエの呪文でラーをサーチ。千年の啓示で神を手札から捨てて死者蘇生をサーチ。
闇の誘惑で2枚引いて闇属性モンスターを手札から1枚除外、不死鳥を捨てるために一滴。千年の啓示を墓地に送ることでこのターン死者蘇生でラーを蘇生できるように。さあラーよ、血より蘇生してんお前。ちなみにラーが季語です。原作再現たまらねえぜ。このラーはただの攻守ゼロなので1000ライフ払ってゴッドブレイズキャノン。自身を爆破。不死鳥は、再び墓地に、舞い戻る。ラーが墓地に行ったことで墓地の不死鳥が蘇生する。この不死鳥は他のカード効果を受けない神にふさわしい完全耐性。しかも不死鳥のゴッドブレイズキャノンは破壊ではなく墓地に送る効果。対象に取らず破壊耐性なども貫通するためほとんどのモンスターを処理できる。正直王に素で欲しい効果だった。大戦ありがとうございました。最後はおまけ、相手のソリティアをお楽しみください。一応ホープドラグナーだけは妨害。金玉は相手のモンスター3体をリリースして相手の場に召喚することもできる。怪獣と似たような使い方だな。相手が3体以上モンスターを展開してくるようなら金玉を送りつける。リソースを吐きまくって展開した盤面を崩したら金玉だけで勝敗が決まることも。これが神の力だ。改めてデッキレシピ、天魔デッキにラーのサポートカードを投入した形、エクストラはリンクリボーとアニマを混沌の召喚神で作って、悪魔族を用意してキュリオスを作れるようにしてある、エクシーズは適当なランク10その他、それじゃあ今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。